皆さんこんにちは。オパックガイダンス動画パート4実践編です。この動画では実践編を紹介します。引き続きご自身のスマートフォンやタブレットでオーパックを使いながら資料の探し方を学んでください。探している資料に関するキーワードを入力して検索します。資料タイトルをクリックします。所蔵一覧を見て資料の状態が廃下済みであると確認しましょう。廃下とは本を一定の規則に従って並べること。つまり廃下済みとは書架に並べてあるという意味です。書架に行く前に必ず状態を確認しましょう。次に署名、配置場所、請求記号をメモします。ここで注意、当館では著作権保護、騒音防止等の観点から撮影はお控えください。本を探すときにはメモを取るか、スマートフォン等でオーパックを検索してください。今回は貸し出し可になっている2番目の資料を探します。このように資料タイトル、配置場所、請求記号をメモします。請求記号とは本の背にある3段ラベルの記号のことです。オパックの画面では1行に書かれていますが、実際に本に貼られているラベルには3段に分けて記号が書かれています。本の住所と呼ばれるほど図書館で資料を探す際に重要なものです。それでは廃下場所へ行ってみましょう。今回は2階一般図書のコーナーです。実際に行ってみるとこのようになっています。次に書架を探します。書架の側面に注目します。並べられている資料の請求記号が書かれています。メモした請求記号を見ながらどの書架に資料が並んでいるのか特定します。本の並び方を説明します。附属図書館では日本実信分類法に基づいて本が並んでいます。日本実信分類法はすべての本を内容によって0から9までの10のテーマに分類します。それをさらに10、また10と必要なだけ分けていったものです。そして、日本実信分類法の分類記号は、請求記号の上段に書かれています。本は請求記号の上段の番号順に並んでいます。そして上段の番号が同じ場合は中段のアルファベット順に並んでいます。そして本は左から右へ、上段から下段へ、左の書架から右の書架へと並んでいます。付属図書館では0、早期、7、芸術、8、言語、9、文学の資料を1階一般図書コーナーに配下し、1、哲学、2、歴史、3、社会科学、4、自然科学、5、技術、6、産業の資料を2階一般図書コーナーに配下しています。
最後に困った時の対処法を紹介します。その1、いくら探しても書架に資料が見当たらない。その資料、貸し出し中または配置場所が閉課ではありませんか？貸し出し中の場合、状態が貸し出し中になっています。貸し出し中の資料は予約できます。予約ボタンをクリックしてください。すると、マイライブラリのログイン画面に移行します。相模スタイルの ID、パスワードを入力し、ログインをクリックします。予約内容を確認の上、申し込みをクリックすると予約が完了します。資料の準備ができたら、自動メールが届きます。取り置き期間は1週間です。マイライブラリには資料の予約以外にも便利な機能があります。ここでは利用状況の確認をご紹介します。貸し出し中の資料の返却期限日を確認できます。さらに返却期限日を延長できます。手続きした日から1週間の延長になります。延長は1回のみ可能です。ただし、他の人の予約が入っている資料は延長できません。他に、予約中の資料の状況確認や貸し出し履歴の確認ができます。ぜひ使ってみてください。さて、話を戻します。続いて、配置場所が閉課になっている資料を読みたい場合について説明します。閉課とは、自由に閲覧できない書架のことです。閉課の資料を見たいときは、閉課書庫所在資料請求表を記入し、カウンターへお越しください。その2、貸し出し手続きしようとしたら、貸し出しできない資料ですと言われた。館内には貸し出しできない資料もあります。まず、勤怠室や参考書のシールが貼ってある資料です。他に、DVD、新聞、雑誌の最新号、製本雑誌も貸し出しできませんので、注意してください。製本雑誌というのは、数冊の雑誌をまとめて、一冊の本の形に整えたものです。未製本の雑誌は、最新号以外貸し出しできますが、製本された雑誌は貸し出しできません。館内でコピーを取ることができますので、必要があればご利用ください。なお、館内では図書館資料のみコピーできます。図書館以外の資料のコピーはご遠慮ください。また、図書館の雑誌や新聞であっても、最新号はコピーできません。著作権法第31条によって、図書館でコピーできる資料は決められています。コピーするときは、このような申し込み書が必要です。カウンターで配布していますので、記入してからコピーを取ってください。その3、利用したい資料が所蔵されていない。図書館では、
所蔵していない資料を利用する方法をご案内しています。例えば他大学の図書館から借りる、近隣の公共図書館の所蔵を調べるなどのご案内をしています。レファレンスをご利用ください。購入希望を出すこともできます。このような専用の用紙が図書館1階エレベーター裏に設置されています。記入したら同じ場所にあるポストに投函してください。相模女子大学附属図書館収書方針に基づいて購入可否を決定し、購入可となった資料を購入します。なお推薦票を投函してから資料が利用可能になるまで1ヶ月程度かかる場合があります。ポストと同じ場所に図書推薦結果を掲示していて、選書結果を随時お知らせしています。以上で OPAC ガイダンスを終了します。OPAC を活用して図書館を効率的に利用してください。